これですね、どういうこと、何を会話してんの、そことそこで。どういうこと、開封語って何、私開封語、あ、参入から開封語、え、どういうこと、どういうこと、指差し来た、バキュー何やバキューって、何の話してたんやっけ、何やったっけな、何やったっけ、忘れたな、昔から開封後の可愛さは近い、ちょっと待って、だから開封後っていつ、いつが開封されたし、マニキュア、あ、マニキュアの開封後ね、うん、可愛い、開封されたかな、一応開封後は お早めの話してて、やーちゃんといえば開封後どういうことや、本当のところはローディさんにしか分からん、ほんまにそうな、あ、思い出した、開封後の可愛さに見えないものは、ものはいるとかいないとか、いないよ、あのさ、最近そのツアーの、私が思ったのは、あの三遊のファイナルツアーで、まあね、大阪とか名古屋とか行きましたけど、名古屋の時にすごいいっぱい、今日のやーちゃんかわいい、今日のやーちゃんかわいい、今日のって感じだけど、まあ、今日のやーちゃんかわいいってありがたいことにたくさん言ってもらいまして、でそこから何が、あのいつもと自分は何も変えてなかったの、髪型もメイクも、あ、メイクはちょっと変えてたかな、ブラウンのマスカラにしてたんだけど、ブラウンのマスカラにしてたから可愛いって言ってもらえたんやって思ったの、考えた時、だから違うライブでブラウンの同じマスカラしたのに別に普通やったん、だからな、何がな、あの何が変わったか、何が変わって可愛いって言ってもらってたんか分からへんくて、どうしようと思って、ありがとう、今日も可愛さで溢れてるって、ありがとう、そんな言ってほしいみたいに言っちゃった、ごめんな、あの何がそんなに可愛いって言ってもらったポイントなんやろって思って、すごいな、その可愛いって言ってもらったやつを、蘇らせたくて、どうしようと思って、いろいろ日々考えてね、名古屋の時何が違ったんやと思って、まずね、マスカラを試し、同じマスカラを使ってみたライブがあって、別に普通いつも通りみたいな感じあってんけど、でそこからもうまだ未だに、あの時は何が違ってそんな可愛いって言ってもらえたんやろってすっごい考えてて、で最近これかなって思ったものがあって、名古屋の一部二部あってんけど、一部がちょっとバタバタしてまして、一部前が準備とかでリハとかでバタバタしてまして、で一部の直前、一回リハ終わったらもう一部間もなくみたいなぐらいなかなかにバタバタで、その時点で髪の毛まだセットしてなかったです、リハ終わった時点で、どうせリハで汗かくから、リハ終わってから髪の毛して行こうと思って、うん、でその日イヤモニを導入しまして、イヤモニをつける時間もあるし、髪の毛もセットせなあかんし、でもまさかこんな直前に本番が目の前に来ると思ってなかったから、後でやろうって思ってたの、髪の毛、じゃあ、リハ終わって、あとこんだけしか時間ないってなって、急いで髪の毛やって、急いでステージ袖行って、よし、落ち着いて行くぞと思ったら、うん？何か忘れてると思って。じゃあ、その時のメイクで、私、
一部だけアイライン引くの忘れて出て、一部アイラインってあのこのこのね黒いこのこのこれのこの今短いんだけどこのラインをね描くの、あ、フック見せてください。こんな感じであのブラウス袖がお革です。ここがバルーンになってて、でロングのチェックです。ここにポッケでポッケ、はい、であのラインをね描くのを忘れて一部出て、で二部はあのその直前に一部の直前に気づいたから、もうあのメイクを足すという手段がなくてですね、あらこれはまずいと思ったけどもうしょうがないからそのままライブ出て、もうテンションがぐだ下がりみたいな、だだ下がりみたいな感じで最初出てんけども、途中で忘れてんけどだだ下がってたことはな、でも最初もうマジあアイラインだだ下がりってなってて、ほんでそっから2部で1部でも可愛いって思って、で2部ライン引いて出てんけど、まあその一部のな名残でな、みんなが可愛いって言ってくれるわけよ。でそうやって考えた時にな、マスカラが違うんじゃなくてな、アイラインが違うんちゃうかと思って。そうでな、今日もな、なんか今日インスタでな、今日あげた写真がな、可愛い可愛いってな、いっぱい言ってもらう、みんなお世辞やったらなんか悲しいからお世辞とは言わんといて、あのお世辞かもしれへんねんけどな、今日もな可愛いっていっぱいコメントもらってな、何がな共通点ははてまてなんだってなって、でその時に気づいた、みんな LINE が跳ね上げてんの嫌いやろ、うん、思わん。ほんま、みんな LINE 跳ね上げてんの嫌いやろそう、そんな、そうやと思うねん。それはそれで、なんかな、いつも私わりかし LINE はシュッて細めのこうちょっと跳ね上げぐらいのあの LINE がねいつも引いてるんやけど、今日とか、まあ、名古屋の一部は全く LINE なしやったんやけどちょっとそれもどうなんて感じやねんけど、あのあ、ごめん、人を指さすのは良くないな、ごめんごめんごめん、それはごめん。でも LINE が今日あのこういう感じちょっと短めにちょっとピッてピッてピッてやって俺らの知らなかった趣味じゃんちゃうかな、何やろ。今日はな、ちょっと見てくれる？私今日判明したと思って、これやと思って、これいつもね使ってるブラウンの、あの柔らかく見えるブラウンって書いてます。これね、いつもねちょっと鏡越しにごめん、ちょっと鏡見るな、いつもてか今日はこのちょっと薄なってたか出してんけど、こんな感じでちょっとだけ、もうピッとだけこんな感じで本当にピッとだけ引いてたんです今日は。でもいつものやつこっちする、あ、でも書いてるな、こんな感じ今日ね、今日こんな感じピッとこう跳ねんとこピッとやって何をこんな必死に言ってんの私は。いつもの書いてみるね、いつものこっちに書くな、ちょっと消すわ消し方消し方はあ、消し方よ、女子として。いつもとちょっと変えてみるな、ちょっと見えへんくなるけどごめん、よし、あ、ちょっとずれたな、ちょっと待ってよ、まあだいたいこんな感じ、ちょっといつもにちょっと雑やねんけど、いつもちょっとね、ちょっと今日長いないつもにちょっと今日長いな、まあまあそれは気にせんとホワイトボード雑に消すときと一緒、
さゆちゃんのおかわり。違うね。今日大サービスとかじゃない。これが今日。いつもはこんな、これ、あ、おそろ、これ。これいつも。割と多い。どっちもやんねんけど、割と多い。でも、最近こう。短め、ナチュラル派のライン。で、違いが分からん？だいぶちゃうねんけど、私からしたら。ほら、これはこうやろ？これはな、こうやねん。シャドウ？シャドウは、まあ日によって結構違うけど。ほら、短め可愛いっていう人多いやん。ほら、短め派。短め、カメハメハみたいになった。そう。そう。だから最近ね、これやねん。これな、やめるわ。どっちも好きな気がしてごめんって、ね、これね、いつもこっちが多かったん、確かに。でもね、最近こっちにしたら好評やねん。こんなこと言ったらなんかさ、ネタバレみたいで恥ずかしいからなかったことにしよう。雑か。そう、ステージ立ってる時はね、はっきりさせたくてこっちが多かったんけど、さっきの羽上げてんのが種明かしみたいで恥ずかしいわ。忘れて。じゃあどこにもツイッターとかに絶対書かんといてな。はい、最近の短めの、ちょっと長め、まあいいか。最近な、聞いてくれる？何の話？ごめんな、一方的に話ばっかりして。え、マジでツイッターとかに書かんといて、ほんまに怒るで。やめてな。ネタバレみたい。これ見てる人限定やから、今の。絶対、この配信録画して、なんかどっかにアップとかせんといてな。嫌やで。やめてな。めっちゃ怒るやんって。じゃあ言うなよな。ちゃうね。何の話やったっけ？全く不利じゃない。何の話しようと思ったっけ。あ、思い出した。最近な、なんかな、ちょっと前まで、ちょっと前って言うほどちょっとでもないけど、どっちっていう、ほんまな、もうな、みんなな、ほんまな、男の人とかに多いけどな、マジな、やめや。ほんま、フリーとかじゃない、これ結構ガチなやつ。最近な、最近でもないって。もうでもね、なんかな、かっこいい女性になりたかって。そう。かっこいい女性になりたかってんけど、最近かわいくなりたい。何この手。最近でもない、最近のちょっと前、そうそう、最近。最近のちょっと前やねんけど、そう、最近な、可愛いな女の子になりたいね。ドイツが言うてんねんって、ほんまドイツが言うてんのって感じやけど。え、小花花可愛い？あ、間違えた。小花花綺麗で、ありがとう。鼻だけちょっとな、動物みたいな体、ツンってなってね。24歳くらいやけど、可愛い路線でもいい？なんかな、可愛くなりたいなと思って、最近お洋服とか可愛いお洋服ばっかり着てるの。私は可愛い女の子になりたい。だってなんかさ、やっぱりさ、まみちゃんとかせなちゃんってさ、まあ、せなちゃんはまたかっこいい系やけど、どっちかっていうとまみちゃんとかさ、やっぱりさ、もう 見るからに可愛いやんか。いいなと思って。でもな、私身長もわりかしな、まあ、平均の度平均にあんねんけどな、めちゃくちゃ平均身長やねんか、女子の。日本人女子の。あ、せなちゃんは可愛い。ごめん。ごめん。それぞれ、人それぞれ。可愛い。うん。そう。最近、ま、平均もさ、
平均もさ、ね、身長もさ、度平均あるし、やっぱりなんかちょっともっとシュッとしてた方がいいかなと思ってんけど、私可愛くなりたいね最近。そう、大人の綺麗か。そうか、じゃあ大人の綺麗でいいよ、そうする。なんか可愛いお洋服とか着たいなと思って、最近あの私も女子にモテたい。いや、女子にもモテたいし、男子にもモテたい。ローナップニャンジョにモテたい。あかん。かわいいって思うねん。なんかな、もっとな、女の子っぽくしたいねん。って最近思ってる。また変わるかもしれんけど。かわいいと綺麗なハーフはもう神がかってる。なんて読むやろ、毒の、僕の、どんの、煩悩、まあいいや、なんかの塊らしいわ。そう、最近な、服装にな、今日な今日なお洋服買ってやんか。でもな、ちょっとなんかどこのかお名前は分からへん、そういう人やねん。なんかブランド物とかそういうんじゃないねん。でもな、安かって、な、可愛かって、ちょっと見てくれる？ブランド物とか私あんまりそういうあのこだわりはないねん。どこのブランドじゃないと嫌だ、お洋服はここじゃないと嫌だとかないねんけど、見てくれる？見て。白、また白？そう、白、うん、白やねんけどな。あ、でもな、ちょっとな、オフホワイトやねこれな、レースのな、こんな感じでな、レースやねんけどな、袖からな、ちょっとシフォンになっててな、袖がめちゃかわ、めちゃかわの袖やねん。ここからレースやねん。そう、オフホワイト、もうな、最近白が好きやねんか。そう、だからな、ちょっとな、かわいい買って買ってみた。何の報告？そうそう、かわいいやろ。はい、かわー、袖だけはあげられへん、めっちゃかわいやろ。白とレースってやっぱかわいい女の子着るやつやからさ、勇気出るけど、もうだ、そういうのはもうだ、かわいい子が着る服とか思わずな、もうかわいいと思ったらな、ゲットしようと。でもな、めちゃ安、激めちゃ安でな、もう一個なんか買って、もう一個買ったの見てくれる？最近な、やっぱり私グリーンが好きやねんか。最近っていうかだいぶ昔からやねんけどな、そう、だいぶゴスロリとかではならんの、ナチュラル可愛いのが好き。最近やっぱりな、緑がな、やっぱり流行ってるっていうのもあるけど、多いね。私もともと緑好きやねんか。だからな、めっちゃ嬉しいね、緑のものいっぱいあって。な、今日も買って一目惚れ、グリーンのな、スカートやねんけどな、これな、春って感じやろ。こういう感じな、裾がな、お花、お花びらやって、お花びら、花びらみたいなお花びらみたいなね、このね、ふわふ、このこのね、 お花びらみたいなってのよ。そう、かわいいね、一目惚れててんさんがる、春よ来い、春っぽくてんのよ、ブリーダゴンス、そう、透けてんのよ、このね、このね、ちょっと見て、ロングのスカートやねんけど、春っぽく
くない？で、なんか今着てるな、白のな、見て、このブラウスとかにも合うね、可愛くない？言うな言うな。カフェイロ、エイロ、お花びらのグリーンのロングスカートやねな、このな、裾が可愛いポイントとしてはな、こうやって立った時ってな、やっぱりな、中のあの、なんていうの、このここからこの、この足先までが透けてるっていうのと、そうそう、で、この、あの先ほども申し上げましたお花びらの先っぽがね、お花びらの先っぽがですよ、これね、ただただな、ここでブツってなってんのも可愛い、わかる。でもな、このお花びらな、ここな、やっぱりな、当たり前やと思うねんけどな、これな、やっぱりな、折り返しになって、ここ濃くなってる、もうここ超ポイントやと思うねんな、こうやって立った時にな、あー分かりづらい、あー分かりづらい、こうやって立った時にな、このなんていうの、裾がな、プリ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 ってなるんか、それが可愛いな、こうやって立った時、これ見て、こんな、超ね、もっと見せたいけど私が見えへん、こんな、この先がなんか、わかるかな、プリプリってなってんねん、このここの折り曲げが重たいことによってプリプリってなってんねん、それが可愛いと思って買いました。以上です。はい。女子わかる？お高くないね、それが。ごめんな、なんか全然伝わってないし、なんか楽しくなかったかもしれへん、みんなが。私は楽しかった。買う？どうぞ。おいくら万円もしません。私はもう、もうブランドとかもうそういうこだわりはないんです。可愛いと思ったら買う、それだけ。プチプラも大歓迎。チューリップパいいね。ファッション超配信一人やからおらん時間めちゃ長いやん。やっぱな、お洋服とかおしゃれってやっぱりな、楽しいね。どこ着ていこう。そう、だからみんなも好きな女の子とか、まあ、まあ、今見てる人はアイドル好きな人多いかな。好きなアイドルにプレゼントとかするときの参考にしてみてください。私なんかで参考になるかは分かりませんが。相談には乗る。シマリスさんやって。相談して。好きな子には自分が着てほしいものあげちゃう。ああ、なるほどね。それはそれでいいんじゃないかな。ドロンドロン、おばドロン、おばけだドロン。さあ、もうなんやかんや50分やっちゃいました。何の配信やったんでしょうか。幻やったんでしょうか。皆様ゆっくり寝てください。もう12時になります。どうも、イカです。はい、面白くしてない。全然面白くしてない。
今までで一番楽しかったです。やり、あ、指さしたあかんって怒られてた。指さしちゃった。いや、ちゃうで、MC で爆笑取りまくってるつもりないで、クソ大真面目。クソとか言ったらあかん。めちゃくちゃ大きな大真面目やったから。めちゃめちゃ大きな大真面目で生きてたから。ごめんな。すぐ、あの、配信やからってすぐ指さしてる。こうするわ。大丈夫よ。お仕事頑張ってね。じゃあ顔ゲームしてるつもりない。またやる。開封前より面白い配信。開封前より面白い配信。よかった。開封後。コバ開封後。な。なんなん？面白くしてるつもりないねんけど、面白いって思って笑ってくれてんならもうそれはそれでいい。なんか今、ペコパさんみたいな。なんか今、ペコパさんみたいな。突っ込まないツッコミみたいなってたの。突っ込まないツッコミ言えないけ。ありがとう。ありがとう。回復かわいい。ありがとうございます。時を戻そう。悪くないだろう。ここまで回復後やで。回復だけどういうのか教えてほしい。私も分からん。もうな、笑かしてるつもり、普通に生きてるだけやねん。でも笑ってくれるならもうそれでいい。ペコラちゃんは可愛い。でも分からんな。ペゴバになった。ペゴバ。ペゴバです。笑われるなら笑わせてやればいい。いいやん、それで。ええねん。安定してる？よかった。ごめんな。いつもこんな配信ばっかりしてて。失礼しました。はい、ということで、皆さんやって。初見さん、ありがとう。宮原さん。なんて読むの？強さん。強。強さん。よきよき。かわいいよ、更新した。拍手。ありがとう。治った。早くちょっとテレビ局のプロデューサー見つけてくれへんかな。ドレスターさん、初見です。みくちゃん、ありがとう。つよしさん、宮原つよしさん、ごめんな、全部合ってなかったな。許してください。でも今日はもう12時になるので終わろうと思います。あ、宮原さんが、宮原つよしさん、インスタもフォローしてくれた。通知来た、今ピロピンって。ありがとう。またインスタもツイッターもここだけメールも、またそうね、チェキチャもやろうかなって思ってるの。3月中に、3月のチェキチャっていう、月に1回やってるんですけど、3月のチェキチャやりたいと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。チェキチャは1対1でできる特典会みたいな感じで、そうそう、写真撮ってサインして、その画像プレゼントみたいなやつです。ごめん、なんやかんやね、50分ぐらい配信しちゃった。やちゃんのチェキちゃんもぜひ遊びに来てください。ポーズしてとかもなんかできる範囲でやります。明日は舞台のチケットの発売開始です。4月29日からちょっとシアターなんとかかんとか、ちょっとまだちょっとあそこの、あの建物の名前がちょっと読めないんですけど、そのうち読めるようになります。天美月の猫という舞台をやります。20公演ありますので、ぜひぜひ。私はシングルキャストで、ありがたいことにシングルキャストでの出演になるので、風刺家電ですね、はい、シアター風刺家電というところでありまーす。
すみません、読めませんでした20本やって、シングルキャストで出演させていただくので、全部ですね、アナスタシア・ゴールドという役で出演します。にゃん、はい、頑張ります。それに向けて髪の毛もアナスタシア・ゴールドでいきますすごいね、長い期間やってるので、ぜひお時間あれば、ゴールデンウィークもドンピシャでドッカーンってやってるんで、ぜひ見に来てもらえたら嬉しいです。またね、ちょっと稽古とか始まると配信とかもなかなか難しくなってくるかなと思うので、またできる時にはちょこちょこやっていこうかなと思います。その他にもいろいろ頑張りますので、ぜひインスタとかツイッターとか見ててもらえると嬉しいです。はい、以上です。ということで、皆さん長い時間ありがとうございます。30分くらいと言いながら55分やりましたね、すいません。はい、もう寝る時間よ、ありがとうバイバイ、楽しかったこっちの感想だけ言うっていうね、ありがとうバイバイ、みんなお話できて最高やったよ。で、両手振ってたらいつまでも起きれへんね。バイバーイ。また切るな。はい。バイバイ。